キャンピングトレーラーの一例ドイツエーフェルラント社製1966エアストリームオーバーランダーインターナショナルキャンピングトレーラーとは箱型の居室にドア、窓、ベッド、ダイニングテーブル、キッチン、トイレ、シャワーなど生活に必要な装備を一通り整えたトレーラーを言うトラベルトレーラーとも言う欧州ではウォンワゴンもしくはキャラワンと呼ばれる牽引する車両をトラクターと呼ぶ 自走装置を持たず他の自走車両に牽引されるタイプのキャンピングカーである。欧米では旅行手段の一つとして定着しており日本と比べ圧倒的に登録数が多い。以下に日本では一般的なキャンピングカーであるキャブコンバージョンとの違いを述べる。牽引時短距離で停止するためにはトレーラーの制動も必要となるがトレーラーの制動装置には トラクターからの指令方式で大きく分けて3つの方式がある。主制動装置の他に、駐車用の制動装置も備える。制動方式の他に、ヨーロッパ製トレーラーとアメリカ製トレーラーでは、以下の相違がある。また、日本製も存在するが、大量生産ではなくごく少数であることから、どちらかに合わせている。ただし、車体の構造は軽量化のため、 アルミや FRP を多用し、内装には断熱性の高い木材や樹脂が多用されるという特徴がある。トイレシンク冷蔵庫ダイニングテーブルトラクターに接続されたキャンピングトレーラー車両総重量7 5 0ラム以下のトレーラーは牽員免許を受けずに牽員できる。車両総重量が7 5 0ラムを超えるものは牽員免許が必要となる。中には 軽自動車で牽引、もしくはバイクで牽引可能なほど軽量なキャンピングトレーラーもある。その多くは海外製である。キャンピングトレーラーを牽引する際には、最寄りの陸運支局でトラクターの牽引能力の書類審査と車検証への記載、またはトレーラーの車検証に牽引可能なトラクターの車種を記載する必要がある。近年規制緩和の一環として、ライトトレーラーまでは、 トラクター側の車検証備考欄の記載変更で不特定のライトトレーラーを牽引できることになった。キャンピングトレーラーに人を乗せたまま走行することは車両総重量 2000kg 未満の場合保安基準で規制されているためできない。2000kg 以上のものでも車検証に定員が記載されていない場合はできない。車検時に自賠責保険は トレーラー自体で加入する必要があるが、任意保険については、トラクターの任意保険でカバーされる場合がある。トラクターの任意保険が、トレーラーに有効かどうかは、個々の任意保険会社へ問い合わせ確認が必要である。自損事故に備える場合は、車両保険に加入する必要がある。かつては割高であったトレーラーの車両保険金は、近年は乗用車とほぼ同じ水準となっている。 ありがとうございます。